So in the last vlog, I told you that I'm reconsidering buying a house here in Singapore, and that's because it's so much cheaper in Japan, in my home country. You can actually buy a whole house for the amount you're paying to buy a public housing in Singapore. で、しばらくずっと考えてたんですが、結論が出ました。僕は、シンガポールで家を買います。なので今日はこの動画では、その結論に至るまでのプロセスであったり、日本とシンガポールの生活を比較していきたいなと思います。This is pretty cool. Chicken rice tea. Doesn't taste like chicken rice at all. Which might be a good thing. で、まずセーフティーですね。まず治安について両国で比べたいと思います。I personally feel this is the most important aspect. Safety. So,there's actually this index called Global Peace Index. 指標は23個あって、犯罪の数とか、凶器の手に入れやすさとか、政治の安定さとか、総合的に、その国一つ一つランキングを取ったものがあって、結果によるとシンガポールは7位、日本は9位でした。なんであんまり差はない。どちらもすごく安全な国。ちなみに1位はアイスランドです。ということで、治安はどちらもいいんですよ。それはもう間違いない事実だと思います。However, there is one more thing you need to think about, and that is natural disaster. これかなり大きなことで、日本人にとってはもう慣れすぎてるかもしれないんですが、やっぱり地震、台風、あと洪水ですよね。もう毎年のように起きていて、もうこれはもう必ず起きるものですよね。で、それの有無っていうのが非常にやっぱり大事。シンガポールは自然災害が皆無なんですよ。実際に今マグニチュード8以上の南海トラフあるじゃないですか。これ100年から150年の周期で繰り返し起こっていて、前回は1944年だったと。で、もうすぐ起きるじゃないですか。で、専門家は今後30年以内に起こる可能性は 80% って言ってるんですよ。静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。また、関東地方から九州地方にかけての、広い地域に10メートル超える大津波が予想されていると。And this is extremely scary. It can happen anytime within 30 years.And that's one reason, actually that's the biggest reason I chose to buy a house and live in Singapore. 僕の妻も日本が大好きでいつか住みたいってずっと言ってるんですけど、やっぱりその地震が怖いっていうことでなかなか踏み切れないようです。あとはまあ、ちょっと自然災害とは異なりますが、花粉ですね。花粉は僕も花粉重度の花粉症で辛いんですよ、毎年。で、シンガポールはそれがないと。シンガポールあるのは、ヘイズですね。毎年9月ぐらいになると、インドネシアとかがなんか燃やして、燃やすことによって生じる有害物質がシンガポールにまで流れてきて、もう大気中はもう真っ白とかになる日もあったりします。それぐらいかな。Next is work.はい、生きていくためには働かなきゃいけないんで、じゃあ、どこで働けば最大限の成果が出せるのかっていう観点で、考えてみたんですが、まずそもそも僕は YouTube とあとメディアの運用がメインの仕事なので、ぶっちゃけどこでも仕事ができるんですね。それは地球の裏側のブラジルであろうが、日本だろうが、シンガポールであろうが、どこでも仕事ができます。で、ただ今のフォーカスはやっぱりシンガポールを、まあ日本の皆さんもそうですし、海外の人にもっとシンガポールのことを知ってもらいたいという、ミッションで活動しているので、やっぱりそういった意味ではシンガポールにいるのがいいのかなっていうところですね。あとはまあ普通の会社員だったらどうなのかと、日本と、まあ、例えば東京とシンガポール比較してどうなのかっていう観点で考えると、まあ、多分シンガポールの方が働きやすいんじゃないかなって思いますね。理由としてはそもそも満員電車から解放されると、まあ、シンガポールも朝のラッシュはありますが、日本の日じゃないぐらい楽ですね。あそこまで混まないです、東京とか大阪とか。なんでそれは多分、まあ、みんなが思ってること、在住日本人がみんなが思ってること。
Mom. Yes. Have you ever thought of living outside of Singapore? I doubt so. Why? I don't think so. I'll be living away from my hometown country, you know. Why? One thing, partly because, you know, I'm born here. And then, secondly, my country is a very peaceful country. Peaceful country. With no disaster. If places like there's earthquake, I think during the night, I can't sleep peacefully. You know, I can't sleep peacefully. Maybe one of the night, if I sleep, scarcely in the midnight, I find myself floating away. But some people say Singapore is boring. Singapore too small, nothing to do. Boring, maybe sometimes you can just spend holidays in other countries. Yeah, you can travel. Yeah, right? Can travel for maybe I agree. A short time and you enjoy, you can come back. Yeah. You're still happy. In Bangkok, it's only 2 hours. Yes, correct. Yeah. You can go to nearby country or maybe to Malaysia. Next, I'll be talking about cost of living, comparing Singapore to Japan. 物価ですね。シンガポールっていうと高いってイメージ持つ方多いと思うんですが、ぶっちゃけ日本より高いのは車、お酒、タバコ、家とか、そんぐらいで他は日本と同じぐらい、もしくは安いぐらいですね。と、houses。houses は高い。僕が今見てるのは、3LDK、部屋が3つあって、キッチンとリビングがあってっていう部屋で、多分最終的今家探してるんですが、最終的な着地は多分4000万円ぐらいで今探してます。で、意外と安いなと思った方多いかもしれないですが、これあれです、郊外でしかも団地です。団地4000万なんで、しかも購入といってもシンガポールの場合は大体の物件は99年のリースなんですよ。だから保有してるのは僕じゃなくて実は国が保有してる。だから99年経つと、まあ多分取り壊されるって感じですね。なんで購入といっても実際はリースです、シンガポールの場合は。Also, cars are very expensive in Singapore. It will cost around 3-4 times than buying in Japan. And also, smoking, if you smoke, tobacco will costAround double, and alcohol, that will cost you around 1.5 times to maybe 3 times compared to Japan. So, 嗜好品は高い感じですね、シンガポールは。だからまあ、そういう嗜好品にお金を使う余裕のあるお金持ちからどんどん税金とかを取ってるっていう感じです。でもシンガポールのいいところは、所得レベルに合わせた食事ができるってところですね。ここはホーカーズっていう屋台街が至るところにあるんですが、そこだと1食200円から高くても400円とか、これが本当に美味しくて安い。だから僕大好きです。日本にあんまりそういうところがないですよね。多分、安くて500円、600円、700円とかだと思います。1食。だから、シンガポールはそういう所得が低くても、そういうところで食事すれば意外と安く住むことができたりしますね。で、ホーカーズとかの、まあ、食べ歩きの配信は生配信で僕サブチャンネルでやってます。食べるトラベルっていうんですが、ぜひ概要欄にリンク貼ってるので見てみてください。あともう一個生活の拠点を選ぶ上で重要なのが、個人的にはその旅のしやすさ。本当に旅行が好きなのでしょっちゅう行きたいんですよね。でそういった意味では日本だと少し遠いかな。韓国とか台湾でしたら近いと思うんですが、シンガポールの場合は東南アジアはもちろんヨーロッパも日本より近いし、なんなら日本も6時間7時間で行くことができるので、本当アジアのハブ、すごく旅行がしやすいっていうところで、シンガポールが便利かなと思ってます。空港も、小さな国なんでどこ住んでても割とすぐ着くんですよね。次は人々と社会ですね。シンガポールは日本と比べてきちっとしていません。自然体でいれるんですよ、僕自身も。で例えば日本ではありえなくてシンガポールで起こったこととして挙げられるのが、まず名刺を逆さで渡されたりとか、ビジネスの会議で遅刻、店員さんが飯食ってたりスマホをいじりながら接客とかよくあります。あとは僕会社員やってたことあるんですけど、遅刻するのも OK でした。まあ OK って言っちゃうと語弊ありますが、別に遅刻したところでそれで咎められるってことはなかったです。であとは、スーツ着なくていい、
日本ってみんなスーツ着てますけど、シンガポールだと割と珍しいですね。And Singaporeans tell me that they love the hospitality and the service in Japan. And I agree, the service is good there. But that means that you're expected to do the same if you live and work in Japan. And that can be very stressful. It's way easier to live and work in Singapore, in my opinion. あとは家族を大事にするっていうのもシンガポール人の価値観の根底にあるような気がします。そもそも会社の飲み会っていうのは極端に少ないです。それよりも家族との時間を大切にするっていうのがありますね。あとはこれはちょっと日本と大きな違いですが、能力社会です。能力が高い人なら低い税率と、あとは、高い年収っていうのが割と実現しやすい社会です。ただ逆に能力がない人っていうのは、きつい。例えばレジのバイトとかコンビニの店員とか、時給で言うと多分500円もらえればいい方で、東京だと2倍以上もらえたりするので、まあそういった意味では能力がないときついけど、逆に能力があるとすごく報われる。だからみんな頑張る。で、税金、これはビジネスマンなら気になることだと思いますが、シンガポールは、まあ、ご存知の通りかなり低いです。日本と同じで累進課税なんですが、0% から 22%。逆に日本は、約 15% から 55%。かなり大きな差ですよね。で、イメージつきにくいと思うので、年収1000万円だった場合どうなるのかっていうのをちょっと調べてみました。シンガポールだと1000万の場合は、税金約 7%。それプラス、シンガポーリアンもしくは永住権持ってたら、CPF っていうのに強制加入で、それで 17% 取られます。まあ個人型の、年金みたいなもので、その 17% の控除されて、将来例えば家を買う時とかに、その CPF を使うことができたりとか、永住権持ってない人はその 7% だけで済みます。で、逆に日本の場合は所得税約 17% ほどかかるみたいです。で、それだけじゃなくて、しかも住民税やら社会保障税、これらを全部入れると 40% ぐらい持ってかれるんですね。だから1000万稼いで残るの600万円ぐらい、かなりの差ですよね。シンガポールだと、800万ぐらい残るので200万円ぐらいの差が税金だけであると。だからみんなお金持ちたちはシンガポールに移住しに来るんですよね。And there is also no taxes for capital gains in Singapore, and that's a huge plus if you're doing stocks and you're planning to sell properties. Next is education. So if I'm getting a kid, this is something I had to consider. And I was quite surprised because I did some research to make this video, and I'm so surprised that Singapore is so much cheaper. One good thing about raising a child in Singapore is that he or she will have the ability to speak English as their first language.で、加えて、学校では第二言語を学ぶのが主流です。なんで、基本みんなバイリンガルになる。それが本当素晴らしい。日本だと、やっぱ第一言語日本語。で、英語を学びたいと思ったら、まあ、塾に通わされたとか、あと、インターナショナルスクールに入れたりとか、かなり手間とお金がかかる。で、学位に関しては、シンガポールは小学校無料。で、中学校、高校にあたる期間も毎月5ドルから6ドル。円換算だと300円から400円です。毎月。これすごく安くないですか?で、対して日本だと小学校で年間6万円ぐらい。公立ですよ。これ全部公立の話です。中学校だと年間14万ぐらい。で、高校だと年間28万円。で、かける3。高校って3年間でしょ?だから高校だけで30×3 なんで90万円ぐらいですよ。That is a big difference. And this is because Singapore, the government is paying for education. In Japan, it looks like government is not. これが違いですね。で、調べてると結構面白い記事いっぱい出てきて、日本でやっぱり政府があんまり教育にお金をかけてない。で、結構問題視されてるみたいです。これ結構調べると面白いと思います。シンガポールの場合はもう政府がかなり教育に力を入れてるんですね。教育、シンガポールで1965年に独立したんですが、独立以来力を入れてきたのは、外国企業の誘致、あとは、教育、この2つだって言われてるので、やっぱり質の高い教育をほぼ、お金をかけずに受けれるっていうのはすごく大きなメリットだなって、
改めて感じました、これ調べてると。So that is it for today's video. Thank you so much for watching. I'm going to be looking for houses and I'm going to do a video on that. So please subscribe and stay tuned. And まあ、いろいろちょっと日本とシンガポール比較してみましたが、一番やっぱり重要なのはセーフティー、あの安全性。日本もシンガポールも治安はいいけど、やっぱり日本の場合は自然災害があって、それはちょっと心配。僕も妻も日本にいつかは住んでみないと思ってますが、やっぱそのリスクが取れないかなっていうところでシンガポールを選んだっていうのが一番大きな理由です。まあ、それ以降のその教育のコストとか税金とかはまあ副次的なものに過ぎません。僕たちにとってはやっぱり安全が一番っていうところですね。はい、あの今後はシンガポールの家探しの動画も上げていきますので、まだの方はチャンネル登録して待っていただけたら嬉しいです。ではそんな感じ